いやお付き合いいただいてありがとうございます。ものすごい混沌とした場所で大変居づらいかと思いますけど、もうちょっとだけお付き合いください。ちょっとこう最後は準備があるんで。いいな、準備ができました。伝染病予防病院予防病室伝染病予防法、男の子もの男の子の子もの男のも男の子のも子ものはこの会。カウントダウン TV。 カウントダウン TV をご覧の皆様こんにちは。私たちの世界はもはや風前の灯火、最後の日を迎えることになりました。先週のカウントダウン TV では岸辺四郎さんに煮えたぎる五右衛門風呂に入っていただき、カウントダウンを行いました。岸辺さんのご冥福をお祈りします。さてスタジオにはたった今から火が放たれます。カウントダウンもその時にも灰になるという今週の企画、今からワクワクしてる方も多いのではないでしょうか。今回はスタジオに出演希望の方をたくさんお招きしております。おしまいを迎えるまでの1時間、皆さんは果たしてどのように過ごされるのでしょうか。奥には好きなだけ召し上がっていただけるビュッフェをご用意しました。またレイプ無料という札をつけてらっしゃる方に関しましては強姦をお楽しみいただけます。それではカウントダウンを迎えるその日までごゆっくりおくつろぎください。カウントダウン TV。最後の日はもう何回も繰り返され、熱狂的なカウントダウンがお茶の間を席巻、熊の餌食になる老人、小学生に鉛筆を突き刺していく、粉々になった相川七瀬の CD だけ持たせて無人島に置き去りなどなどが高視聴率を記録するも、出演希望者を募る大晦日の特番が国民的な人気として不動の地位を保っている。赤組は串刺し、白組はタンクトップで八甲田さんが定番。今年は火のついたスタジオに閉じ込めてスモークしたベーコンのように味わい深いおせち料理のアクセントにぴったりなおかずを作るという趣向を、巨大な金子の棒の銅像を中央にしゃって料理好きのハートも吹きつけ、徐々に煙が室内に充満する。あちこちで出演者の面々がのたうち回り出す。踊る人、歌う人、セックスする人、殴り合う人、食べる人、わめく人、泣く人、笑う人。カウントダウンという商売を、カウントダウンという楽しみを、カウントダウンという絶望を全身に浴びて、もうなんて言葉で表現していいのかわからない。とっても楽しみにしてきた終わりがついにやってくる。だって地獄にいじめはないし、地獄に病気はないし、地獄に消費者金はないし、地獄に学校はないし、地獄に会社はないし、地獄に結婚生活はないんだから。考えつく限り悪いことと良いことをカウントダウンまでのこの1時間にやり尽くそうと、ビュッフェに並ぶ面々はフォークとナイフでお互いをつつきながら、食べきれないほどのローストビーフ、フリッター、カルパッチョ、アイスクリームを皿からボトボトと落としながらも必死になってかき集める。ちぎれた下着の端をくちゃくちゃとせわしなく噛みながらも、列に並ばずにダイブしてスパゲッティにまみれながらも、ダンタニーは自らがおかずになることを知りながらも食べ続ける。吐いて吐いて食べ続ける。吐いて吐いて食べ続ける。吐いて吐いて食べ続ける。火の手が金子の棒の銅像にまで回ると、一同の興奮は頂点に。お茶の間は笑顔に。ここで火加減を見ながら人気のないタレントも一緒に煙でいぶしてしまいましょう。煙は体にいいことばかりで、煙は世の中にいいことばかりで、宇宙を平和にします。いらないぬいぐるみは神社はお寺で燃やしてもらいましょう。いらないぬいぐるみは一つに集めて火をつけてなかったことにしてしまいましょう。時計の針はそろそろ残り30分を指す。ここで出演者の皆様にカウントダウンを迎える心境をお聞きしたいと思います。東京都調布市からやってまいりました猫道さん28歳。どうも猫道です。もうじき全部終わってしまうんだと思うと何とも信じられない気分です。だってこれからのことだけ考えればいいんでしょ。子供の頃崖から落ちないように馬の頭に布をかぶせるという話をマルコポーロの電気漫画で読んだ。前しか向けないことってなんて後ろ向きなんだろうか。でも振り返ってしまう俺みたいな人間はカウントダウンに出演するしかそっから抜け出す方法がない。だって年収は年を減ることに下がっていくし、贅肉は増えていくし、好きな女は体を売ってるし、表現の方向はまだおぼろげで、そんな時になってこれまでたくさん捨ててきた昔の幽霊が再び一度そこから俺を苦しめにやってくるんです。そりゃ俺だって全部終わりにしたいなんて思ってるわけねえだろうが。未練たっぷりの浮世ですよ。でもカウントダウンは容赦なくやってきてくれるから、その数字に乗っかって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 また葬るしか手はないんです。元日を迎えて新しい自分のおかずと化して血肉な
し、贅肉は増えてくし、好きな女は体を打ってるし、表現の方向はまだおぼろいで、そんな時になってこれまでたくさん捨ててきた昔の幽霊が再び一度そこから俺を苦しめにやってくるんだ。でもカウントダウンは容赦なくやってきてくれるから、その数字に乗っかって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 、またほわ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 またでも大嫌いなカウントダウン TV に捧げたカウントダウン TV でした。さてさて、長丁場でしたね、ご主人。お世話になんかご迷惑をお伺いいたしました。猫道節、毎月バーサザナミーテスポークンワードの新しいイベントとして2009年1月から始まりました。次のゲストを紹介します。次のゲストは新宿スポークンワーズスラムチャンピオントーナメントナンバーワン優勝、詩人の今村智明君。チャンピオントーナメントナンバーツー優勝、ラッパーのワンダーボーイ君。チャンピオントーナメントナンバーツリー優勝、私猫道でお送りいたします。次回は、3月の24日火曜日、同じく24日火曜日を予定しております。本日は本当にですね、狭い中長時間ありがとうございました。ちょっと聞き苦しいところも多数あったかと思いますが、次回はですね、結構男同士のガチンコの言葉のバトルを繰り広げたいと思いますので、猫見しぶし今後ともよろしくお願いいたします。最後に本日フロアの DJ おしゃべりを担当してくれました DJ キトー